はい、じゃあそれでは、第2回の M ステ、バーチャルプレミアルレクチャーを始めたいと思います。私、ケムステーション代表の山口純一郎です。よろしくお願いいたします。はじめに少しだけ、このバーチャルプレミアムレクチャーについて説明したいと思います。これに関しては、ケムステが主催するオンライン講演会です。研究分野を開拓したトップランナーからレジェンド科学者まで、登壇いただいています。今回第2回目というところなんですけれども、内容としてはこれ収録放送になりまして、プレミア公開という形で YouTube で配信したいということです。で、講演者は、1人から2名、ケムステ V 新報、皆さん見られている方もいるかもしれないですけれども、その場合だいたい3名から4名なんですけど、これの場合は1名もしくは2名というところで、やっています。そのために講演時間もだいたい1時間以上というところで、学術的な内容を、じっくりとお話ししていただいているというようなことです。で、第1回目のケムステムのバーチャルプレミアムレクチャーに関しては、この光科学のこれからということをお話しいただきました。ここにいらっしゃる石谷先生、また、足立先生に、2020年の10月9日に公開させていただきました。現在まだ随時公開中で、再生回数は3000回以上、再生時間も1100回以上と、ずんずん伸びているというところで、永続的に、見られるような、動画、教育的な動画にしたいというところになっています。で、このプレミアムレクチャーに関しては、アズワンが、協賛企業となっていただきまして、開催いたしました。で、今回、本日の講演者ですけども、佐々木博直先生をお呼びいたしました。まず、はじめに、簡単ですが、先生の略歴を紹介したいと思います。1983年に岐阜薬科大学を卒業しまして、その後、大学院に進学しました。で、博士課程で中退しまして、他の、企業に入られたということで、で、その後またさらに研究員としてもお戻りになりまして、1989年に博士を取得しています。その後、米国のニューヨーク州立大学、また MIT に博士研究員として、留学されまして、そちらの方で製薬企業のグループリーダーにもなっています。その後、日本にもお戻りになりまして、岐阜薬科大学ですねの助手、その後同講師、同助教授、で2006年に教授となっています。非常に、いろんな居場所を経験して、ユニークな経歴を持たれている先生です。これまでも有機合成科学協会の東海支部長、また現在は日本プロセス学会の会長をされています。新反応の開発に携わっておりまして、有機合成科学協会の日産科学有機合成、新反応新手法を2013年に、賞を受賞されています。また、2020年には岐阜県令和元年度、環境保全推進功労者表彰というのもいただいているそうです。で、先生の研究なんですけども、皆さんご存知かもしれないですけども、パラジウムエチレンジアミン触媒、パラジウムを被毒した。で、選択的に、カンノキ選択的に、接触水素化を行うような、還元触媒。これ非常に有名で、すでに試薬として発売されていて、我々の研究室でも使っているところでもあります。もありますし、その水素化というつながりから、重水素化標識法の開発と。というところで、非常にユニークな、触媒、開発を行っているというところになります。で、講演に入る前に、まずケムステの過去記事から、ちょっと調べてみたんですけども、先生の、研究また関連する活動に関して2つのものが出てきました。1つはこのスポットライトリサーチでベンジュ類アセタールを選択的に酸素酸化する不均一系触媒というところで、実は還元だけではなく触媒を使ってパラジウム触媒を使って酸化反応もやっているというところですね。あともう1つは、先生のその会長をやられているプロセス科学会というところで、OPRD と、アメリカ科学会誌の、プロセスの、雑誌ですけれども、それを日本、プロセス科学会が、その1号をすべてジャックしてしまったという内容も、掲載させていただいています。というわけで、早速講演に入りたいんですけども、最後に、この協賛企業ですね。今回の、先生の講演に関しては、この富士フィルムは高純薬に、協賛企業となっていただいています。
講演会、また外側でも、協賛企業からの CM、またお知らせもありますが、ご覧いただければ幸いですというところになります。それでは、今日の講演を、始めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ、始めさせていただきます。山口先生、どうもご丁寧なご紹介ありがとうございました。岐阜薬科大学薬品科学研究室の佐々木と申します。本日はですね、ケムステーションの第2回、ケムステ V プレミアムレクチャーということで、私たちがやっている重水素標識反応ですね、その講演をさせていただく機会を頂戴いたしました。大変光栄に存じておりますし、この講演の機会を与えていただきました、ケムステーション代表のですね、山口仁一郎先生はじめ、関係の先生方に厚く御礼申し上げます。また、本日のスポンサーの用を取っていただいてます、富士フイルム和光純薬の、ご関係の皆様方にも厚く御礼申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。私たちの研究室ではですね、先ほど山口先生からのご紹介にも少しありましたけれども、不均一系の触媒、特に白金属系の固体触媒を使って、カンノキ選択的な接触還元ですとか、効率のいい CC ボンドフォーメーションですとか、そういった新しい反応を開発する、さらには触媒開発をする、こういったところに主軸を置いて、研究を進めてまいりました。で、特にですね、薬学部っていう、そういうこともありまして、生物活性を中心とした、機能性物質への展開ということも、主力に置いているところであります。で、その過程で、この重水素標識法というところに巡り合うことができまして、本日は、発見の経緯から、最近の展開というところまでですね、順を追って、お話をさせていただければというふうに思います。まず、目次なんですけれども、最初に、これ釈迦に説法で本当に恐縮なんですけれども、重水素とは何ぞやというとこから始まりまして、有用性、合成法。そしてですね、実は私たちは、この水素が HD 交換反応、金属触媒を使って HD 交換反応の活性化剤として機能する。で、マイルドな条件で反応を進めることができますというところを見つけたのが一番のミソになるわけです。で、これをもとにして、水素ガスを活性化剤とした白金属、不均一系、触媒的な HD 交換反応。で、さらにですね、これ水素を添加してるんですけど、今度水素ガスを使わないで、ニープロパノールからですね、白金が酸化剤になるという、お話を先ほど、山口先生もしてくださいましたが、実はその酸化反応、脱水素酸化を利用して、水素を自前で取って、自前で活性化をしてしまう。それで HD 交換反応を展開していくと。この2番と3番のところが基本的な反応のミソになりますので、この辺をまず重点を置いてお話をしたいと思います。で、それに続いてですね、最近取り組んでいるフローシステムを利用した連続、重水素標識反応。それから新しいデバイスを利用して、ボールミルを活用してですね、水から水素を製造するということをやってるんですが、これ重水から重水素を製造するというところに応用して、接触重水素化反応ということで、重水標識をしているので、それもご報告したいと思います。で、最後にメタルフリーの、重水素標識化。この反応についても、3例ほど触れさせていただいて、順次これを説明させていただくという流れで、本日の講演を進めたいと思います。ですね、第1部、第2部分けるとしたら2と3の間になります。この1のところが結構ボリュームがありますので、ここで一回、休憩を入れさせていただこうかなと思っております。それではまず、重水素とはということなんですけれども、水素に中性子が一つ余分にこうくっついた形になって、質量数のほぼ2倍の安定同位体ですね、水素の安定同位体であると。放射性は全くないということになります。もう一つ、ですね、中性子がくっついた三重水素になりますと、今度は放射性を示すトリチウムという物質になります。じゃあ、もっとたくさん中性子くっつかないのかと、3つ、4つ、5つとかあるんですけれども、それらはですね、非常に不安定で寿命が短くて、1秒という単位で持たないんですね。ですから、水素の同位体といったら、この3つを連想していただければ間違いないと思います。で、
重水素というのは、多くは重水として存在する。それで NMR とか質量分析で簡単に検知できるわけです。もう一つ大事なポイントはですね、D と T。D と T は核融合エネルギーの燃料、次世代の、まあ、エネルギーソースとしても注目を集めているという背景がございます。で、D2O として存在する重水素についてですね、まあ、D2O の特徴をまず説明したいと思います。融点が思ったより高くてですね、3.82。で、沸点は、まあ、軽水と非常に近いんですが、101.4度ということで、まあ、このあたりを使って分裂料理をしているということになります。で、密度は1.1なので、重水で作った氷は軽水に沈みますと。時たまテレビの実験講座なんかで、目にすることがあると思いますが、そういう性質を持っています。で、実は重水素っていうのはほとんどが、天然物なんですね。120億年前のビッグバンの時に、まあ、生成されたと。だから120億歳ぐらいの、年齢を持ったですね、重水素が、地球上に存在している。約 150ppm。ですから皆さんが飲む、お茶とか水の中にも必ず、150ppm、混入しています。150ppm イメージできないと思うんで、1分子の D2O があったら、7000分子の H2O がある。まあ、このぐらいの、比率になる、計算するとなるんだそうです。私が自分で計算したわけではありません。で、まあ、水をはじめとして水素が極めて地球表面に、存在しているために、無尽蔵の資源なんですね。ただ、薄い濃度のところから濃縮して取ってくるということもあって、まあ、なかなか、重水ってそんなに安いもんじゃないということは皆さんご存知だと思いますが、価格が高くなってしまうということになります。で、かつては重水はですね、まあ、原子炉の、特に重水炉のですね、元素水として、大量に利用されていました。ただ、最近では他の多くの用途に注目が集まっています。で、この重水素につきまして、まあ、重水も含めてですね、中日新聞プラスというオンラインの解説部門があるんですけれども、そこで重水素って何だ、1、2、3と、3回シリーズで簡単な解説をつけてあります。もしご興味のある方はご覧になっていただければ、幸いでございます。それではですね、重水の、まあ、重水素量子化合物の有用性ということで何に使われているんだと。まあ、これ NMR の重要媒なんていうのは皆さんよくご存知の通りですし、薬物動態や残留農薬を、まあ、微量成分を計量していく。これを追跡するための、内部標準物質のサロゲート化合物として中に添加して計量していく。まあ、こういう方法はよくご存知だと思います。ただ最近ではですね、CD が CH よりも安定であるというところを利用して、速度論的同位体効果と、まあ、ヘビードラッグ、重水素標識の医薬品というところに注目が集まっています。例えば、このテトラベナジンという、これ医薬品なんですけれども、まあ、1950年ぐらいから知られている医薬品です。このメトキシキが2つあるんです。これを D に置き換えただけの化合物。これ、デューテトラベナジンと言いまして、イスラエルのテバ社が、開発を進めた化合物なんですけれども、これがですね、2017年に米国の FDA によって新薬として認められたということが、まあ、非常にセンセーショナルなニュースとして流れまして、注目が非常に強く集まっていると。まあ、代謝を受けにくくなりますので、持続性の効果、あるいは、まあ、ですから、聞いて言えば薬効が向上するというようなことに、まあ、つながってくるわけであります。で、もう一つの特徴としてはですね、CH 結合を CD に変えると、赤外吸収。まあ、赤外線の IR のスペクトルなんか見てますと、だいたい1000カイザーぐらい CH 振動がシフトいたします。それから、可視光域でですね、この倍音吸収振動というのがあるんですが、こういうのが低減されて、ポリマーが透明になるんですね。で、光損失。まあ、光吸収をだからしないということなんです。で、光ファイバーとして、可塑性のある光ファイバーとしての、ニーズがあるんですけれども、ものすごく使いやすいものなんです。ですけれども、どうしても価格が追いつかない。それで、クォーツに負けていると。まあ、価格がうまく、追いつくようになってくれば、こういったものが、再考しやすいとか、いろんな、ファクターがあるので、使っていただけるようになると思います。で、もう一つ、例えば、機能性液晶とか有機 EL ですね。これ、皆さんも、使わない日はないと思いますけれども、
これを重水素標識、この材料を重水素標識すると、当然物質は強くなります。強くなるだけではなくて、例えば蛍光寿命が伸びる、そういった機能性の利点があるということで、現在多くのですね、電化製品の会社、そういったところが、開発にしのぎを削っているという背景があります。で、あと一つだけ、ちょっと前置きが長くなりますけれども、有用性ということで紹介をさせていただきたいのがですね、中性子散乱による同位体コントラストということでございます。茨城県の東海村に、この J パークという施設があるのをご存知かと思うんですけれども、ここでは、中性子のこの加速器、このサークルを使って加速をさせて、ビームラインに中性子を導入してまいります。で、物質に当ててやりますと、そこで、様々な反応を起こしてくれるんですけれども、実際にはですね、水素と重水素、同位体を区別できる。X 線だとなかなかちっちゃい分子、ちっちゃい元素を見分けるの難しいんですけれども、中性子で解析すると、こういったものを区別化できるという利点があります。ですから、水素結合がどうなっているかとか、そういったところまで見ることができるわけです。で、例えば、中性子散乱による同位体コントラストということで、説明しますと、軽水中で一部重水素標識した物質を観察すると。そうしますと、この重水素の部分だけが浮き出たように強調して見えるんですね。その逆で、D2O 中で同じ物質を見ると、D が消えたように見える。軽水素の方が浮き出て見えると。こういったことで、例えば、細胞の中とかですね、特定分子の構造や運動状態を、大型の、複合体でも、構わないんですけれども、そういった情報が得られるということで、今注目を、集めている分野ではあります。それでは次へ進みたいと思いますが、重水素化された物質っていうのは、重水素標識化合物はどうやって合成しているんだろうということなんですね。で、実際、基本的に考えるとですね、重水素化された低分子、例えば重メタノールとかそういうものから電合成的に組み上げていくというのが、最も基本的な反応です。でも、手間がかかるし、なかなか、困難が伴うわけです。で、もう一つの方法は、重水素化した還元剤を用いた、還元性環の器の還元反応。ただ、重水素化した還元剤って簡単に言うんですけど、例えば重水素ガス、接触重水素化をしようとした場合に、私が値段を聞いたときに、7000リットルで170万円ぐらいですって、おっしゃっておられました。それから、重水素化したラーですね、リチウムアルミニウムリチウムですね。これは、グラム9万円ぐらい。非常に高価になってしまうわけです。そうすると、最も望まれる方法としては、ポストシンテティックに、CH 結合を天然の重水を使って、HD 交換をしてやるというのがベストなんです。ただ、CH もそんな敵も去るもの、安定なので、なかなか反応してくれない。で、こんな炭化水素ですと250度50気圧、亜鉛解状態まで持っていかないとなかなか反応してくれないというな、あの難点があるわけです。高温、高圧、強酸、強塩基。こういったことがどうしても必要になって、事実ですね、オーストラリアの国立重水素化施設で、これアンスポっていう組織なんですけど、今、重水素標識体をたくさん作って、先ほどの中性子散乱の分析に使ってますが、オートクレーブの中で、こういう反応を使って、合成をしているという背景がございます。それでですね、文献的にも、いくつか紹介しておきますけれども、重塩酸中でこんなに強熱しなきゃいけない。それから40%水酸化ナトリウム水溶液なんて、非常に濃厚な溶液なんですが、400度以上の熱をかけなければ、反応がいかない。それから D2 ガス効果と先ほど申し上げましたけど、酸性条件でようやく電磁類がパラジウムカーボン触媒的に D が入っていくっていうことが報告されておりました。で、2002年から2004年、2005年ぐらいにかけてですね、京都大学の松原先生が、250度、40から50気圧というこの高温高圧条件は必要なんですけど、パラジウムカーボンと重水を使った、この条件下での HD 交換反応というのをご報告になられています。D 化率は非常に高くなるんです。ただ、残念ながらやっぱり条件が強いので、例えばこのカルボン酸が脱炭酸してしまうとか、こういったまだ問題点がたくさん残っていた。今でもまだ残っているという状態が続いているということであります。で、私たちは、
この反応をですね、まあ、当初、重水素ってことは全くイメージしていなかったんですけれども、アルコールの保護器に使われている TBS、ターシリブチルジメチルシリル基ですね。まあ、これとかテスとか、そういったものが、ニュートラルな接触水素化条件で簡単に水素化分解できます。こういう反応を開発しておりました。で、10メタノール中で、NMR チューブ中でですね、タイムコースをずっと追っかけていたと。そしたら、TBS は非常に、まあ、順調に水素化分解されるということが分かったんですけれども、ベンジ類の水素がですね、担当していた学生さんが、ベンジ類が消えますって、慌てて私のところに飛んできたんですね。それで最初 CC ボンド切れたんじゃないかとか、いろいろ反応に思いを巡らしていたんですが、結果としては、このベンジ類が選択的に D 化されていると。で、もっとシンプルな還元性可能性のないものを使って確認をしたら、パラジウムカーボンと水素が共存している場合に限って D 化がいく。こういうことが分かりました。で、10メタよりも実は D2O 中で、これ溶けないんですよ。全く溶けないんですけれども、それでも D2O 中で反応をかけた方が、これ質量の反応ですけど、効率よく進行するということも分かりました。これ実際に見つけてくれた学生さんが、私がアメリカから戻って、リベラ大学に放職して、一番最初にドクターに行ってくれた学生さんで、服部和之さんと言います。今、アステラスの筑波研で研究をしているんですが、彼がこの D 化の、うちの研究室のパイオニアと言っても過言ではありません。で、こんな面白い反応見つかりましたということで、当時の主任の広田先生に、お願いをさせていただいて、ぜひ研究室でこのテーマ展開したいと。いうお話をさせていただいたら、快く引き受けいただいたということで、現在があると。まあ、そういう歴史を持っているということになります。でですね、まあ、この反応を利用して、水素ガスを活性化剤とした白金属付近付系触媒的な HD 交換反応ということで、まず、ベンジ類の D 化、それから、方向環の側鎖の D 化、方向環の D 化、その後、トリチウムに応用できないかという話。それから、重水素ガスが、電気分解しなくても作れますと。H2D2 交換が簡単にいきますということを、ご説明させていただきます。で、その後でアルコールとアルカンの HD 交換反応を、まあ、順次説明させていただきたいと。これが、水素ガスが非常に、鍵になるということなんです。で、先ほどの服部さんとですね、現在、大阪大学薬学部の赤井先生のところの准教授を、務めておられます、井川先生が学生の頃ですね、うちの学生の頃。それからもう一人、塩野義の今研究員で働いているプリター博士が、学生時代にこう、まとめ、中心になってまとめてくれたんですけど、室温で反応をかけても長い時間回しておけば、パラジウムカーボンと重水が存在して、そこに水素雰囲気であれば D が入るんです。非常に簡単に入ってくれる。ただし、長い時間かかるということで、時間を短縮しようとすると50度ぐらいまで上げるのです。で、D 化率が低い、室温で低い場合でも、D 化率が上がってくるということも、よく分かってまいりました。まあ、イブプロフェンでもこのベンジ類のところだけ選択的に D 化するということが、まあ、できるようになってきたわけです。で、もっと温度かければいいじゃないかということなんですが、温度かけると違う反応が起きてしまうんですね。違う反応というか、まあ、D 化は D 化なんですけれども、ベンジ類だけではなくて、その側鎖がまるっと D 化されてしまう。110度から160度ぐらいに上げただけで、水素雰囲気下でこれ反応かけると、まるまるっと D 化がいくんです。ただし、よく見ていただくとですね、ベンジ類は非常に高い D 化率を保ってますけど、方向環まで D 化されてますが、中程度しか D が入らない。それともう一つ、この側鎖もですね、外側に行くほど D 化率が低いんですね。これ長い時間かければ、90何パーセントまで上がるんですけど、中側から、ベンゼン環に近い側から順次 D 化が進行しているということが分かりました。で、この側鎖のところにヘテロ原子を入れてしまうと、その先が D 化されない。でも、これ見ていただくと、先ほどのイブプロフェンがベンジ類だけじゃなくて、側鎖がまるっと、非常に効率よく D 化されているということを、確認していただけると思います。これは先ほどの先輩たちを受けた、江崎さんですね。現在、兵庫医大の科学科の講師を務めている江崎さんがまとめてくれたテーマです。で、ここから先へさらに進めるんですけれども、まあ、こういう
弁前にくっついた、あるいは方向感にくっついた側鎖は効率よく自由化できる。アロマティックをどうやって自由化しようかっていうことになります。その前に、反応機構の説明をさせていただきます。まずですね、パラジウムベンジル型の錯体を、経由しまして、このベンジル類のところにパラジウムが酸化的負荷をする。で、この上で HB 交換が起きて、それで還元的脱離すればベンジル類が選択的に自由化されます。穏やかな条件でやればこっちに行くんですけど、この状態で脱離反応が起きて、ここにダブルボンドが入る。そうしますと、ここで、パイパラジウム錯体を形成できるようになりますから、このダブルボンドが、側鎖のアルキル鎖の上を順次異性化して外側に向かっていくわけですね。で、D 化が中側から外側に、順調に進んでいって、マルチで D が入ったものが取れると。こういうメカニズムを、提唱させていただいております。で、じゃあアロマティックどうやって D 化するんだって話になりますけれども、これプラチナカーボンを使うとですね、方向感にすごく親和性が高いということが分かりました。これを見つけてくださったのがですね、富士フィルム和光純薬さんで、現在、試薬化成品研の所長をやられているこの伊藤さん。彼がですね、この研究を、やってくださいまして、それで、ドクターを、博士号をこれで取っておられます。プラチナカーボンで反応すると室温で、このフェノールなんかはまるっと D 化されるんです。これパラジウムカーボンと同じ D 化率と、達成しようとすると180度ぐらいまで加熱しなければなりません。で、さらにですね、アニリンの場合には少し、温度が必要になりますけれども、丸々と D 化をされる。で、電子吸引器がくっつくとちょっと D 化率下がってしまう、行きにくくなるんで、プラチナカーボンでも180度ぐらい。で、パラジウムカーボンではニッチもサッチもちょっといかないという状態になるわけです。では、これプラチナカーボンをうまく使えば、方向感の D 化ができるなということになるんですけれども、ここですね、アルキル側鎖のオルトイの D 化率が上がらないんですね。プラチナカーボンで反応をかけても。で、なんとかここを、したいということになるわけなんですけれども、たくさん、反応器を持っている方向感ですね。ここにはベンゼン環の事例しかありませんが、ヘテロ環も全く同じなんです。ヘテロ環は、ボツワナからの博士課程の留学生だった同村が、まとめてくれたんですけれども、やっぱりですね、どんだけやってもこの、炭素系の置換器のオルトイのところがなかなか D 化が進行してこないということが、明らかになってきました。で、これを解消することができたのはですね、こういうことなんですね。まず、パラジウムカーボンで、この基質を180度で D2O 水素存在化、D 化すると、こんな感じの D 化率になるんですね。で、プラチナカーボンだけだとやはりこうなる。で、プラチナの方が、ベンゼン環には D が入りやすそうだということはなんとなく感じられるんですけれども、側鎖が全くプラチナはダメなんですね。ところが、これを混ぜた触媒を使ってやると、一気に全ての部位でですね、D 化が完結してしまいまして、完全なフーリーデューテレーテッドの化合物を取ることができるようになりました。で、実際にはですね、プラチナカーボンが方向感、それからパラジウムカーボンがこの側鎖、親和的なんですね。親和性があって、D 化をするときには、相互的にこう、触媒活性を示している。だけど、このオルトイが、これ立体障害的な部分が、これまで強いんですけれども、なぜこの混ぜるとですね、サイナジスティックエフェクトが出て、ここは D 化が効率よくいくかということは、未だにちょっとよく分かっていないところではあります。ただ、これを利用してですね、先ほどの伊藤さんは、方向感を、D 化した化合物から、様々な環境変換をして、こういう医薬品の方向感部、それに付随する部分を、重水素化した物質、たくさん作ってくださいました。でですね、こういった物質を作ることによって、最終的に、この関連の化合物、この関連の、HB 交換反応というのは、富士フイルム和光純薬さんでですね、受託合成、重水素標識化合物の受託合成として実用化していただいていまして、私たちとしては非常にありがたいというふうに思っているところであります。で、次に移りたいと思いますけれども、リンが行くんならトリチウムでしょうという話になるわけです。いろんな方から T ラベルできないのかって、聞かれたわけですけれども、で、その時にですね、なかなか学生さんにこれをやっていただく、
わけにちょっといかないなということで、当時の、職員であったですね、現在、近畿大学薬学部の教授を務めている前川先生が、この反応を本学の RI 棟にこもってやってくださいました。濃度の薄いトリチウム水を使って、室温から、まあ、気質によっては110度、160度というところまで加熱をしてやります。まあ、触媒も、気質によって変えていくんですけれども、そうしますと、非常に効率よくティーが入ってくる。で、イブプロフェンとか、このアセトアミノフェンのように、ティーが入る場所がたくさんある化合物は、元のトリチウム水の非放射能よりも、こちらの生成物の方が、非常に強い非放射能を示してくれるということで、まあ、ものすごく効率よくティーが導入されるということが、明らかになりました。で、この次はですね、H2 と D2 が交換しますっていう反応を、紹介したいと思います。通常 D2O を電気分解、エネルギーを加えて電気分解をすれば D2 ガスを取ることはできます。取ることはできるんですが、ですね、室温で D2O と水素ガスを、パラジウムカーボン存在下に混ぜておいて、攪拌しておくだけで、この中の H2 ガスがですね、D2 にこう変換していくという現象を見つけました。これは先ほどの栗田君と、それから江崎君が見つけてくれたんですけれども、彼らを中心としてこのテーマを発展させて、最終的にどうなったかっていうと、例えば、まあ、これ風管なんですね。この中に、パラジウムカーボンと D2O、それから水素を、まあ、圧力かけて入れておきます。そうすると、室温で24時間から、まあ、2日間ぐらい回しておくと、この中が完全に D2 ガスに置き換わってしまいます。で、それをバルブで風船に取って、こういう還元性管抜きを持ったものを使って、接触重水素化を行うと、これシクロヘキサン中でやりますから、D のソース全くないんですね。ここしかないんですけれども、まあ、キャプチャーした、D2 ガスを使って D 化をすると、ほぼ定量的に D が入るということで、まあ、この D2 ガスは、ほとんど、100% に近い D2 ガスが生成しているということが分かりました。水があってもいいという条件であれば、ここは圧力かけておく必要は、取り出さなくてもいいということであれば、圧力かけなくても、この中に、常温常圧で回しておいて、反応が、一晩ぐらい経った後で、中にある還元性の基質を入れてやれば、接触重水素化っていうのは簡単にいきますんで、まあ、ラボで重水素標識体を作るとか、接触重水素化をやるというときには、非常に便利な方法、エネルギーのいらない方法かというふうに思っております。で、こういって D2 ガスを作るということは、まあ、いろいろに応用できるんですね。で、例えば、反応と触媒を組み合わせてやると、モノ、ジ、トリ、重水素標識されたアルカンを取ることができます。で、このスライドの中には2つの新しい、情報が入ってますので、それを順次説明しますけれども、このまず最初にアルキンの D 化、これは普通はソディウムハイドライドとかでこう引き抜いといて、重水で処理し、クエンチしてやれば D を入れることができますけれども、そんなことしなくてもですね、トリエチラミン存在下に D2O と THF の溶液の中でこれ混ぜておけば、この結合の方が強固なんですね、こっちよりも。で、同位体効果がまあ作用して D が濃縮されてくる。で、トリチウムラベルし、あ、ごめんなさい、重水素ラベルした、アルキンというのは簡単に作ることができます。もう一つ、パラジウム BN っていうのが出てきます。で、これ BN っていうのは、窒化酵素、こういう薄っぺらな構造が層状になっているんですけど、非表面積非常にちっちゃいんですが、そこにパラジウムを乗せると 0.3% で乗っかります。で、乗ってるパラジウム量が少ないので、非常に弱い活性、感度選択性の高い活性を持った触媒を作ることができました。この触媒実はですね、今、富士フイルム和光純薬さんと、それからエネルギーケミカルさんから、市販されてるんですけれども、この触媒の、まあ、すごいところはですね、アルキンを、アルケンに部分水素化できる。あ、リンドラーと一緒だと思われるかもしれませんが、リンドラー触媒の場合には、自治間のアルキンからシスアルケンに変換できる。で、自治間だとオーバーリダクションしてしまうケースが結構多いんですが、この触媒使ってやればオーバーリダクションなしでアルケンを作ることができるという、まあ、一つ特徴がある、触媒です。これを組み合わせてやると、こういう
合成素子を作ることができて、まあ、ポリマー原料とかですね、そういったものを簡単に合成していくことができるようになるわけです。これは今、エーザイの筑波店で頑張っている矢部君がドクターコースの学生の時にやってくれたテーマです。で、ですね、電気分解しないで重水素ガスを作るっていうのは、やっぱりエネルギーをセーブするという意味でも非常に重要なわけです。で、最近、2019年なんですけれども、大阪大学の山下先生と森先生がですね、ネイチャーコミュニケーションに、この塩基性シリカに、まあ、この上少し官能化しなければいけないんですけれども、その状態の塩基性シリカにですね、パラジウムと銀の合金のナノ粒子を探知させた触媒を使って、微酸と D2O から、これフローで、順次 D2 ガスと H2 ガスを、まあ、触媒を変えるんですけれども、作ることができる。選択性高く作ることができるという、非常に省エネで素晴らしい反応をご報告になられておられます。D2 ガスや HD ガスというのは、まあ、こういうところで注目されているということをご理解いただけると思います。それではですね、ちょっと話を元へ戻します。今度、アルコールの重水素標識法という、まあ、これを説明したいと思います。ルテニウムカーボンという、先ほどまではパラジウム、プラチナが出てきました。ルテニウムオンカーボンですね。これも発見力なんですけれども、これを使って D2O と水素を組み合わせてやると、フリーのアルコールのアルファ位、付け根だけが D 化される。2級アルコールだったら 50°C、1級アルコールだったら 80°C ぐらいに加熱してやれば、非常に効率よく D 化されるということを見出しました。これは今、明治製菓で、薬品開発に頑張っている藤原くんが、学生時代に見つけてくれたんですが、これさらに応用できまして、お砂糖ですね、この環状になっている、少しストレインかかっている、まあ、こういうシュガーですね、こういったものを、使って、そのフリーの水酸基、これアセチル化したように見えますけれども、反応終わった後で単離するためにアセチル化をした、まあ、その時の周期性書いてますので、AC を書いてますが、反応は遊離の OH を使っています。この OH の付け根だけが D 化される。ものすごく定量的に効率よく D 化されるということが分かりました。で、ダイサッカライドでも、それからアミノシガーでもこれを適用できる。しかも、立体選択的に HB 交換反応をすることができるわけなんです。まあ、そういった意味で、非常にメリットのある方法なんですが、もう一つ。うまいこと保護器を入れてやります。保護してやると、O のところ、フリーの水酸基でなくなりますので、付け根は D 化されないんです。で、保護器の入れ方によって、自由自在にシュガーに、レジオセレクティブに D を入れることができるという、まあ、こういう方向にも発展することができました。で、メカニズムをちょっと説明したいと思います。この反応ですね、ちょっともう一回戻します。水素が必ずあるんですね。ところがですね、水素がないアルモ雰囲気下で反応をかけると、ロジウムカーボンと D2O を組み合わせても反応は全くいかないんです。ただ、ロジウムカーボンを D2O 中で、この水素ガスと、まあ、回しておくだけですよ。回しておいて活性化いたします。で、その後、水素を取り除いて、アルモに置換して、アルコールを入れてやって反応をかけると、ここ D 化されるんですね。ということは、アクティベートするためだけに水素が必要で、ルテニウムをアクティベートするためだけに。それで、重水素源は D2O であるということが、ここでわかるわけです。それともう一つ。先ほど、これ前のスライドもう一回戻りますが、少し、環状になってストレインかかっているんですけど、こういうシュガーですね。環状シュガーの場合には、ステレオセレクティブに反応はいくんですけれども、もっと自由度の高い直鎖状のアルコールは、このルテニウムカーボンで D 化をしている間に、ラセニ化してしまう。もちろん基質によります。立体障害大きいものとか、ラセニ化し、しづらいものもありますけれども、実際には、自由度が高いとラセニ化するということも、分かってきました。で、どこでどう違うんだという話になります。反応機構をこんな、ふうに継承させていただいています。まず、ルテニウムがこの、遊離の OH のところ、O のところに、まあ、てまいりまして、それでここのアルファ I の CH 結合のところに酸化的負荷をします。この上で HD 交換を起こして、まあ、還元的脱離すれば、
アルファ2選択肢に D が入るんですね。ところが、この中間体。この時に、ここの水素とここの、まあ、これ今 D で書いてあります。充水中でやってますから D で書いてありますが、ここで脱水素酸化をすると。この白金属は結構そういう脱水素酸化をする能力を持っています。で、このカルボニルができて、さらにルテニウム、あの、水素、ルテニウムカーボンと水素で接触充水素化が起これば、あるいは接触水素化が起これば、脱水化が行ってしまうわけです。まあ、こういったメカニズムがここにまあ、併発しているということで、先ほどのような結果が得られるということになります。で、ですね、これ、私たちがもたもたしてたのがいけなかったんですけれども、ルテニウムカーボン、水素、それからまあ、若干アルカリ入れると、まあ、これ私たちもこういう条件で、アルコールの付け根の D 化をやっておりましたし、それから、アミノ基のアルファに D が入るということもずっと分かっていたんですが、あまりそこのところをですね、のんびりやりすぎていましたらですね、2017年に、フランスの製薬会社のロッシュさんたちがですね、アミノ酸の D 化に、この条件が非常に有効だと。で、しかもステレオセレクティブに D が入りますということを報告されました。もちろんしっかり引用してくださっておられますので、全く問題ないんですけれども、我々もこういったデータを少しこう抱えていたところがありましたので、ちょっとショックを受けまして。で、現在もまだ私たちここの分野、もっと詳細に検討をしているんですね。D が入らないアミノ酸。まあ、これ S がある場合には触媒毒になっていると考えられるんですけど、入らないアミノ酸があったり、D 化率が低いアミノ酸があるということで、この辺まだいくつかこれマジックが隠されているんです。で、まあ、この辺を少し集中的に検討していきたいというふうに現在思って、検討を重ねている最中でございます。それからですね、今これルテニウムカーボンですね。今度、ロジウムカーボンを使って、さっきの藤原君ですけど、反応をかけると、まあ、160度ぐらいに加熱しなきゃいけないんですが、何の取っかかりもない炭化水素が効率よく D 化される、マルチで D 化される、HD 効果反応が進行するということを、見つけてくれました。でですね、まあ、直鎖、分子状、それから環状。で、ストレインがかかっている場合には D 化率。もちろんもうちょっと強い条件使えば D は入ってくるんですけど、まあ、スタンダードの条件だと D 化率が低めになります。で、一つだけ。これ、50%ぐらいしか D が入ってないんですけど、ちょっと見ていただくと、これ、炭素の数36個あるんですね。ワックスなんです。で、この条件にしても全部溶け切ってない状態で反応が進行しているということは分かっています。で、実はワックスの中にまで D2O が入り込めない。で、触媒がタッチできない。で、なかなかうまくいかないということで、まあ、この時にはですね、ここには書いてありませんが、シクロヘキサンとかメチルシクロヘキ、あの、シクロヘキサンとか、メチルシクロヘキサンのような、炭化水素を入れて、これを、ちっちゃい炭化水素を入れて、これを溶かしてしまえば、D 化率は、90%近くまで上がってくるということも分かりました。まあ、こんな、本当に効率のいい反応なんですけれども、これのメカニズムも含めて、これから解析していきます。イントロのところでちょっとお話ししましたけど、ほぼアリン体条件を使わないと HD 交換がいかないと説明させていただきました。これから考えるとかなりマイルドになったというところかと思います。で、このメカニズムなんですけれども、まあ、アルゴンでは絶対に反応いかないです。水素がないといかない。ただ、ルテニウムカーボンをプレアクティベートして、アルゴン雰囲気下で反応してもやっぱり反応いかない。さっきのアルコールと違うということがわかりました。で、水素ガスが必須であるということ。これもわかったんですけれども、まあ、メカニズムはちょっと端折りますけど、そういうふうに考えています。だいぶ前にパラジウムカーボンを使って H2 と D2 の交換が起きますと申し上げました。重水素ガス取るという反応がいくということを申し上げましたけど、この触媒活性、ルテニウム、あ、ごめんなさい、ロジウムが一番強いんですね。で、この反応系の中ではロジウムが D2O からこの水素を取ってきてですね、HD を経て、ぐるぐるっと回って D2 ガスに変換して、これが酸化的か還元的脱離をして、アルカンの D 化が行っていると。マルチで行っているので、この反応はものすごく早く進行しているはずなんですけれども、非常に効率のいい、HD 効果反応が行っているということが分かりました。ただ、
銃声とかの犯人は G2 ガスであると。まあ、そういうところまで分かった次第です。で、ここでですね、これまでの、水素を使った HB 交換反応というのは、ケムステーションさんのですね、有機反応データベースの D のところに、記載していただいておりますので、また、興味のある方は見ていただいたら、幸いかと思います。それはちょっと一回ここで休憩を入れたいと思います。はい、田敷先生、ありがとうございます。この段階で、質問がある人はいますか？すみません、間です。いいではい。すか？アミノ酸の D 化のところで、アミンのアルファ I を D 化可能っていうことだったと思うんですけど、カルボン酸、真ん中の下から2番目、カルボン酸のアルファ I も D 化されてると思うんですけど、この場合ってカルボン酸もその触媒に配位するとかで必要だったりしますか？実はですね、ものすごくいいところに気がつかれてるんですけど、パラジウムカーボンとか使った時にはカルボン酸の D 化っていうのは結構難しいんです。この後また出てまいりますけれども、難しいんですね。それで、なかなか D 化がいかないなと思っていたんですが、このロジウムとかプラチナとか使うと、このカルボン酸の D 化が結構行きやすくなる。それで逆にですね、パラジウムの場合にはここ、カルボン酸がパラジウムをコーディネートして食ってしまっていて、なかなか、活躍の場が狭められていたと思うんですけど、プラチナとかルテニウムの場合には、どうもこことそんなに親和性がないみたいで、このアルファ I 電子密度が少し下がってます。それで D 化が、この位置だけ、カルボン酸のアルファ I も実は D 化が選択的に、進行するということが、私たちもこのデータ、この化合物じゃないですけど、データを持ってます。なるほど。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。武藤です。はい。ご質問よろしいでしょうか。はい。お願いします。このルテニウムの、カーボンのところなんですけども、はい。ヒドロ基式のアルファ I、はい。砂糖のところで特に見せていただいたと思うんですけども、ええ。を選択的に、重水トラベそうリングできでるというところで、メカニズムが酸素の肺が鍵じゃないのかなというふうに、個人的には思ったのですけどはい。はい。も、これでやれば、エーテルのアルファ I っていうのもできるような感じを受けてしまったんですけども、この辺はどのようにお考えでしょうか。ですね、エーテルもメチル化しただけでいかなくなるんです。全くいかないです。で、うんともすんとも、もちろんですね、200度超えるぐらいの温度まで上げてやればいくんですけれども、ああ、なるほど。私たちのそこは意図ではないので、実際に我々水素でアクティベートして反応をかけるという意味からすると、メチルエーテルにしただけでもいかなくなってしまいます。で、一応私たちはここを、コーディネーションして、ダイレクティンググループとしてこう引っ張ってるというふうに考えてるんですけれども、それで近くに寄せてくれるから D 化がまあ入ってる、D 化が進むんだろうと考えてますけど、ここにアルキル基あるいはアセチル基、まあそういった保護基が入ってしまうと、ルテニウムが結構立体障害がここでかかってしまって行きづらくなってるんではないか。それで先ほどのアミノ酸のところも実はちょっとミソがありまして、ここ、実はですね、こういう形のアミドにしてしまうと、このアルファ I はいかなくなるんですよ。で、これもですね、実はカーボメイトで入れたとしても、ここはいかなくなる。まあ、これは電子引っ張ってるからということも考えられますけど、メチル基も、ごめんなさい、アミノ基も、フリーの NH1 個、最低限ですね。これカルボニルのない NH が1個以上ないと、アルファ I は D 化進行しません。わかりました。じゃあ結構立体障害っていうのは、まあ、コントロールできると、温度でコントロールできるところではあるけども、大事なファクターに大な事りなまファすクね。ターですね。はい、ありがとうございます。え、はい。すみません。ありがとうございます。ありがとうございました。すみません。質問いいですか？加藤です。お願いします。今、立体障害がキーになるっていうところだったんですけど、アルカンの重水素化のところで、級、2級、3級っていうのは、区別できるんですか？ですね、一応水素、それからこの後もちょっと出てくるんですが、ニープロパノールで脱水素で反応を活性化していくというところも行くんですけれども、その場合にもですね、
2級でも、それから少し立体が混んだですね、アダマンタンのような構造をしても、ロジウムカーボンの場合には綺麗に D が入ってくるんです。で、先ほどもちょっと申し上げたように、この場合には、重水素化の活性体っていうのは、D2 ガスであるということを、まあ、ここでは分かっているんですけれども、そこの違いなのかな、ただし、それがですね、明確に出ているデータというのは我々持ち合わせていません。ただ、この分子状になっていようが、直射であろうが、ロジウムカーボンの場合には、かなり効率よく D 化が進行しているということは、実験事実として出ています。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。一ついいですか？はい。実験操作的な質問なんですけど、はい、これ、温度をすべてかけてますけど、全部オートクレーブ中でやってるんですか？いえ、この水素を中に添加している反応の場合には、はい、風管オートクレーブを使ってやってます。まあ、オートクレーブというか、耐圧空間ですね。耐圧ガラスのやつですね。耐圧ガラス工業の風管を使って、そうなんです。中には圧力かけることなく、まあ、そのままで、だからベーパーしてくると少し中圧力かかってくるってますけど、1.5 気圧ぐらいの圧の中でやる。なるほど。はい。なるほど。あと、重水と、有機化合物なんで、分離してると思うんですけど、これどういう状態になってるんですかね、はい、その反応中の中では。ですね、これ、実はこの後、イソプロパノールの反応をやった時も、溶けないものを、はい、やるんですけれども、ナゲット状に溶けなくて、白い結晶が、黒いチャーコールと一緒にぐるぐる回っているような状態でも、反応終わってみると HD 効果いっているというケースが結構あるんです。で、なるほど。溶けなくてもいってしまうというのがちょっと最初驚きで、それでただですね、さっきもちょっと申し上げたように、これですね、ワックス状になって、だから完全にベトッとなっていると、その中反応いかないんですけれども、実際にですね、先ほどの、ちょっと、この例で示したように、この状態になっていますと、だいぶ有電率が低下してくるんですよね。アリン界の状態に近くなってくると。そうなると、水自体が、使用性物質を溶かすようになってくるんで、これは溶解するということになっていると思うんですけれども、私たちのこのぐらいの条件では、そういう有電率の変化っていうのは、まず期待できないということなんです。それで、中で、攪拌は結構大事なんですけれども、2層になって回っているような反応を結構きれいにいってしまうということになります。海面で。なるほど、わかりました。はい、お願いします。ありがとうございます。はい。いいですか？はい。アルコールとアミノ酸と、水素化というお話が来て、はい、そしたらアミンもいかないのかなと思ったんですけど、アミンだとやっぱり触媒毒になってしまうっていう話なんですね。例えば、塩、アミンを、アンモニウム塩などにしたら、いく、はい、というのは考えられますか？ですね、アミンのアルファイも実は、触媒が、長い時間かけすぎると、触媒毒、今おっしゃったように、まさに触媒毒、触媒毒活性が出てしまってダメになるんですけれども、反応初期段階では、アミンのアルファイっていうのは結構効率よく D 化が進行します。で、ただアルファイだけ、しかいかないんですけれども、だんだんと触媒は劣化していくというか、死んでいくという状態になってしまいますけれども、はい。で、それをなんとか保護器を一つでも入れて、電子引っ張るやつ入れると今度いかな、アルファイもいかなくなってしまうので、電子共用型の例えばメチル化を一つだけメチルが入ったものとか、そういうものであればアルファイを D 化することができるんですが、ベーシシティはやはり変わらないので。触媒毒性が変化をしないので、やはり最後まで完結させるということはなかなか難しいということです。なるほど。はい。ありがとうございます。はい。すいません、質問よろしいですか？はい。欲しいです。はい、先生は結構官能器選択的な水素官能の開発も。はい、されてると思うんですけど、この重水素化反応でそういう水素化接触水素化に敏感な官能器があるようなものを、はい、もうその触媒の選択で可能になったりするんでしょうか？はい、ですね、
その水素がこれ入っている条件はまさにこれ接触関連の条件ですね。で、この条件だと、やっぱり関連性関連器が共存しているとなかなかうまくいかないんです。ただ、一つだけ方法があって、例えばこの160度シールドチューブ中でやる反応を一気に温度を上げてしまう。ですね、通常接触水素化っていうのは、溶媒の中に、この溶媒の沸点よりも20度ぐらい低いところが一番効率よく進行するんです。で、沸点を超えた高さになると、実は接触還元がいかなくなるということがよく知られているんですけれども、その状態に持っていって HD 交換すれば、還元性還元器は生きるんですが、なかなか難しいですよね。で、それを達成するのが、この後半で、還元性還元器使えますという反応をご紹介させていただこうと思っています。ありがとうございます。水素は使うけれども、水素、ガスを使わないという方法で、解決しています。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。多分星君は自分が困ってる反応をどうしてもやりたいのかなっていうふうに思います。そうですか、はい、またぜひおっしゃっていただければ。はい、またできることでしたら、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あと1点だけすごい細かいんですけど、はい、末端アルキンのアルケンへの水素化は面白いなというふうに思ったんですけど、はい、あれの溶媒ピリジンとかルチジンとか、あれはただの溶媒効果ですか、それとも被毒してるんですか、どういう意味があるんですかね。これですね。こちらはですね、失敗毒としてこれを被毒してます。はい、それを被毒してるんですね。はい、そうなんです。わかりました。それを入れるとちょうど止まるってことですね。そうなんです。実はですね、これ入れなくても自治間アルキンはシスオルキンで止まります。ただですね、1時間の場合には、これを入れないと、あるいはピリジンを入れないと止まってくれないので、うんうんうん、そのコントロールをしています。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。第1部、これで終了ですけれども、この後少し、協賛企業からの CM がありまして、で、第2部に進めてもらいます。第2回、ケムステバーチャルプレミアムレクチャーをご覧の皆様、こんにちは。富士フイルム和光純薬です。今回は佐々木先生のご講演に関する技術として、当社の重水素化技術、個層触媒についてご紹介いたします。重水素化合物は古くから1、2のように分析や検証の用途で広く使われてきましたが、近年では3、4のように機能そのものにも注目が集まっています。重水素と軽水素はとても小さな違いですが、ここには大きな性能の差があります。重水素化合物の最大の特徴は重水素効果と呼ばれる性質です。化合物自体の性質はほぼ同じですが、 CH 結合と比べて CD 結合は反応速度が遅く結合も強いと言われています。その分重水素化合物は耐久性が向上すると考えられています。当社で権利化している重水素交換反応技術は、重水素源として主に重水を使用します。比較的温和な条件で、これら様々な化合物が得られます。1g から 1kg のスケールがメインですが、さらに量産化も可能です。当社ではこれらの各種ビルディングブロックを取り揃えており、カタログにない化合物は特注合成いたします。またお手持ちの化合物を重水素化合物に変換することも可能です。自工程なども含めてご希望に応じて柔軟に対応いたします。ぜひお問い合わせください。続いて個層触媒のご紹介です。水点反応に用いられる通常のパラジウムカーボンは流形が細かく、カラム不動反応では圧力損失により流れにくいです。そこで流形の大きな球状端に端示した触媒を開発いたしました。圧力損失が小さく流れやすいです。それでは実際に充填する作業をご覧いただきましょう。流形が細かいパラジウムカーボンに対して球状端は粒子形が大きく均一です。流動性を比較すると球状であることがよくわかります。発火性も少ないためカラムへの充填は通常の操作で問題ありません。すぐにカラムフロー反応を始めることができます。
また樹脂の単体とは異なり、溶媒を吸って膨潤することもありません。いかがだったでしょうか。これらの触媒を用いると脱ベンジル化やニトロ基、カルボニル、不飽和結合の還元が可能です。ぜひお試しください。またこちらに示す3種類の触媒は還元力を調整しており、優れた官能基選択性を示します。合成戦略やルートの短縮などに有効です。以上、富士フイルムは好循薬からの商品紹介でした。引き続きケムステバーチャルプレミアムレクチャーをお楽しみください。はい、それでは、先生、続きまして第2部をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではですね、ここから先、ニープロパノールを今度水素源とした水素ガスを使わない HB 交換反応ということで、お話をさせていただきたいと思います。これの2点がまたいくつかございますので、それも追ってご説明させていただきます。で、まず最初にですね、不均一系白金属触媒的なアルコールの脱水素酸化法、白金属っていうのは結構この OH からですね、水素を取り去ってくれる、こういう反応を触媒しやすいということは、古くから知られていたんですが、私たちはこれを水の中で反応をかける。それともう一つ、若干この塩基を入れて塩基性を上げてやる。それによってですね、この2級のアルコールでしたらロジウムカーボン、それから1級のアルコールでしたらパラジウムカーボン、これを触媒にして、100度ぐらいに加熱すると、ほぼ、定量的にこの脱水素酸化がいって、水素を取り出すことができる。この反応は、こちらの環境的なところをターゲットにしてるんですけれども、リピッドオーガニックハイドライドとして、水素源として、使っていた反応でございます。で、これは、修士課程の、頃にですね、だいぶ頑張ってこの反応を進めてくれた森田君ですね、それから現在うちの助教ですけど山田先生が学生の頃、それから山田先生の同級生の浅井先生、現在岩手大の是永先生のところの助教をしてますけど、彼らがですねこの反応をまとめてくれました。それで、これをですね HB 交換にも使わない手はないなということで、うまく応用できないかということを考えたわけです。で、結果をざっとまず説明させていただきますけれども、基質に依存して触媒を少し変えなければなりません。それから反応条件もちょっと変えなければなりませんが、80度 C から120度 C の間で、HB 交換が効率よく進行するということが分かりました。で、実はですね、水素を添加したときにはなかなか B 化がいかなくて、今まで事例出してないんですけれども、このカルボン酸の B 化って結構難しかったんですが、ここでですね、ニープロパノール、それから D2O、この場合は D8 を使っているのは、1% でも D 化率を上げようと、ここに水素、全くのニープロパノールを使っていただいても、反応自体はそんなに問題ないんですけれども、D 化率が 1、2% 下がってくるという、ちょっと難点があります。で、それでこれを使っているんですが、この条件でやると、これ見ていただくと、アダマンタンですね。これが本当に効率よく D 化される。それからこれ、バルクロ酸って医薬品なんですけれども、これがフーリーデューテレイテドされたサルネート化合物に変換することができた。こういうボーナスがついてきたということになります。そこでさらにですね、一番上の事例で見ていただくと、還元性官能基の芳香族ケトン、それから、アルファベータの、不飽和オレフィンですね。これがいるんですけれども、生き残ってるんですね。で、これはプラチナカーボンでニープロパノール、それからシクラヒキサンは、溶解補充剤で使ってるんですが、この条件で80度で反応をかけると、還元性官能基が生きてる。これ下も実は、問題なく生き残ってくるんですけれども、これを、見出したというところが非常に大きな収穫でありました。この後に発展していきます。で、ここは先ほどの山田先生と今ですね、ドクターを終えてですね、名古屋工業大学の中村先生のところで、ポスドクをやっている安川君、それから今うちの D3 の学生の
パックンがやってくれているテーマで、それぞれが別な人が担当しているという、そういう背景があります。で、還元されませんでしたっていうところ、これにちょっとフォーカスいたします。じゃあ、アクリル酸やメタクリル酸のように、もう本当にあっという間に還元されてしまうような、官能器、こういうところを利化して、様々な、防生素子を作ることができるんじゃないかと考えたわけです。で、そうしますと、テンパーの、まあ、プラチナカーボン、それからニープロパノールと D2O。で、これを小さい空間の中に入れて120度 C で、まあ、24時間回しましたら、ほとんど定量的にアルカンのところが D 化されてアルカンが生きていた、んですね。ただ、単離子率 10% ぐらいしかなかった。でもこれももう皆さんお気づきだと思いますけど、当然ポリメリゼーションが起きるわけです。で、重合禁止剤を中に、ヒドロキノンを中に入れて、反応をかけると、まあ、そこそこの周率を保って、重水素標識体を取ることが、まあ、できるということが分かりました。もうこの辺もっとオプティマイズして、周率を上げていくということも可能です。さらにですね、これらの化合物っていうのは、様々な基質に応用ができまして、まあ、アクリル酸誘導体。それからメタクリル酸誘導体ですね。メタクリル酸はこのアルファイのメチル基もきれいに D 化されます。それから、フマル酸の誘導体。マレイン酸をスターティングマテリアルにしても異性化して、熱力学的に安定なフマル酸の重水素標識体が生成いたします。まあ、こういったものに応用できるということがわかりました。で、まあ、これらはですね、幹部転換簡単にできますので、様々な反応で、様々な合成素子に転換することができる。そうするとレジオセレクティブに D 化したものをいろいろ作ることができるという利点があるわけです。それともう一つ、メタクリル酸の場合にはですね、重水素でこう標識フルにされていると、フルに重水素標識されたポリメタクリレートを作ることができます。で、これ、ベンジル保護してますが、ベンジルはもちろん後から外すんですけれども、フルに重水素を固めたポリマーを作れる。これは光ファイバーの原料になりますと申し上げました。で、採算が合わないのでなかなかここ使えていないんですけれども、このモノマーを作るところの、まあ、コストですね。これが、これから連続反応とかに適用が可能になって生きてくれば、こういう可塑性のある重水素標識ポリマーの合成も可能になるだろうというふうに今考えています。で、ここのポリメリゼーションのところはですね、岐阜薬科大学の薬品物理科学教室のポリマーの専門家でいらっしゃって、そこの近藤真一教授のグループにポリメリゼーションをしていただいたという背景がございます。で、もう一つ、ですね、イソプロパノール、ニープロパノールを使った反応で面白い結果があるんですけれども、方向感が室温で重水素化される。一番冒頭にですね、ちょっと電子顕微鏡がくっついていると、水素を使った場合に、180度ぐらいにしないと D 化がフルに入り、D がフルに入りませんと申し上げました。その通りなんですね。ところがですね、これニープロパノール、シクロヘキサン D2O の先ほど説明した K ですね。これで100度 C でアルゴン風船を使って反応をかけると、まあ、このちょっとオルトインの D 化率が低いんですけど、このぐらい D が入ってくる。で、さらに、この風船取ってしまって、反応系の中、完全にアルゴン、充填させて、シールをした状態、シールドした状態で反応をかけてやると、室温で効率よく D が入るということがわかります。ここ何が違うんだっていう話になるわけです。で、もう一つ、ちょっと注目していただきたいのは、使っている白金の量ですね。0.6mol% から、この、室温で D が入るというところですね。これは 6mol% で10倍、多く使っています。ただ、このぐらい使っても、室温でいくということが非常に重要で、この研究成果を報告したときに非常に問い合わせが多かったという、まあ、そういう背景もあります。で、重要なファクターはですね、例えば 6mol% を使って、プラチナカーボンを水素噴気下で反応かけると、室温といえどもですね、D 化率上がってくるんですけれども、室温といえども、この核還元が優先してしまって、周率がガタンと落ちます。それから、アルゴンで、置換をして、ニープロパノールからの水素だけで反応をかけるというやり方をしますと、バルーンを使っていると、そこそこの D 化率しか達成できないんですけれども、シールドしてやると、
本当に定量的、まあ、定量的といってはちょっと語弊がありますけど、高いリーカ率を保つことができます。で、最後これ、エアーの条件でやると、リーカがほとんどいかなくなってしまうということで、この風船のですね、私たちこの時の風船は、厚いラバー風船使ったわけではなくて、普通の駄菓子屋さんの風船のようなものを使ってまして、あれ細かい穴が開いていて酸素が通るんですね。で、その微量通ってきた酸素がどうもこの反応を妨げている。で、中の酸素濃度をとにかく徹底的に酸素を排除してやれば、この D 化率は上がってきて、室温でも十分 D 化が、アロマティックの D 化が進行するということが、まあ、明らかになりました。で、様々な基質を D 化してるんですけれども、特に優位性が認められたのはこの基質でして、水素分子化の180度、それからアルゴンバルーンをつけた100度のインプロパノールの反応では、まあ、D 化がもうボロボロの状態なんですけれども、このシールドした状態で室温で反応をかけてやると、まあ、プラチナの使用量はちょっと多いとはいえ、D がきれいに入ってくるということが、まあ、分かってまいりました。ということは、これからもですね、この反応、この系統の反応をやるときには、酸素が入らない条件をしっかりと確立しておけば、D 化率を上げることができるということで、まあ、現在この辺液晶とかですね、そういったものでよく使われる、重水素標識体が使われますので、共同研究先とも、まあ、ここ、酸素のない条件で、やりましょうということを今話をしているところであります。で、ここはですね、現在、ハマリにいる中野くん、それから塩野義にいる川尻くんが、まとめてくれた、中心になってまとめてくれた成果であります。で、ただですね、反応に関する問い合わせが多いと。まあ、それは先ほど非常にこの室温でいくからということを申し上げましたけれども、ヨーロッパとかアメリカから問い合わせが結構入ってきてたんです。クレームに近い問い合わせです。D 化が同じようにやるけど、なかなか進行しないんだけど、ということを問い合わせられまして、それはなぜかっていうとですね、私たちこれエニーケムキャット社の、10% プラチナカーボンの K タイプっていうのを使っています。で、これはワコジン薬さんでも販売されていると思いますけれども、その触媒を使っていけば、このストーンの反応をきれいにいくんですけれども、欧米の皆さんはまた別な会社の、メジャーなところの触媒を使われていたということで、で、このエニーゲンギャッツさんの触媒を使ってくださいということをお話しした後は、クレームが返ってこないので、まあ、うまくいってるんだというふうに、思います。それではですね、もう一つだけ、GC オキさんが、このシランからですね、まあ、白金属系の触媒、これ、ほとんど全ての白金属系の触媒が、有効なんですけど、水が存在していると、GC オキさんに変換されて、水素が出てくる。まあ、これも、リキッドオーガニックハイドライドとして、使えるんじゃないかということも含めて、検討していたんですが、せっかくこういう反応がいくんなら、D2O 中でやったらどうかなと。で、D2O 中でやって、方向管の D 化をちょっと測ったらどうだろうかということを、まあ、考えました。で、その時には2プロパノールをやはりプラチナの活性化剤、ここから水素出るんですけれども、これを入れてやるといい効果が出るということが分かりまして、で、G 白木さんが、このプラチナカーボン触媒的に反応するんですけれども、その時に方向管のですね、実は、シリルに対してメタイとパライにだけ D が入る。まあ、こういう状態ですね。オルトイには全く入らないということが分かりました。で、置換機によって、まあ、様々なパターンで D を導入できるので、まあ、最終的にこうシリル取ってやれば、様々なバリエーションの、レジオセレクティブな重水素標識体を取ることができるという、まあ、ことが分かったわけです。ただ、まあ、こちらの、まあ、上の反応は非常に効率よくいくんですけれども、こちらの D 化を、目論んだ反応の場合には、どうしてもちょっと収率が低くなってしまうというところが、まだこれから解消していかなければならない問題点かなというふうに思います。で、ここまででですね、水素と、それから、ニープロパノールを水素源とした反応、まあ、概略は説明はおしまいなんですけれども、最近、連続フローの反応にですね、重水素標識化を適用しようということで検討しています。で、実はフロー反応っていうのはバッチ反応と比較してですね、まあ、省エネ
消減量、消廃棄物、それから触媒との分離を、容易っていうかしなくていいと。それと生成物の品質が常に一定になってくれるということで、米国の FDA も、これから四半世紀の間にできるだけバッチ型の反応釜の反応をフローの連続反応に切り替えなさいということを提唱しているんですけれども、私たちの研究室でも、2013年以降ですね、連続フローで、固体触媒を使った連続フロー反応ということに、意識をこう傾けて、検討をしてまいりました。で、例えばですね、様々な固体の接触還元触媒を、触媒カートリッジに詰めて反応しますと、非常に簡単にですね、ここのところを通過するのは20秒ぐらいなんですけれども、その20秒の間に、反応器選択的な接触還元反応というのが完結すると。それから、同じように20秒で、スルキミアル反応がリガンドフリーで簡単に進行するということが、分かっています。で、この時のフローを一番最初に、手掛けてくれて、うちの研究室にフロー反応を、定着させてくれたのがですね、この服部君って言いまして、今、中部大学の山本久先生のところの、特任講師をしている、当時の学生さんだったんですけれども、そこから、間の反応もいくつかあるんですけれども、それをちょっと割愛して、一番最近はですね、シリカモノリス、シリカゲルの、シリカの上にですね、たくさん穴を開けて、貫通孔を含めた穴を開けた、そういう素材があるんですが、それにパラジウムを異なる方法で管理させて、それぞれ官能器選択的な接触還元触媒として開発しています。で、これをバッチで開発したんですが、コンティニュアスフローの反応にも適用しているという、こういう背景がございます。で、この反応は、京都大学の長木先生とか、それから福岡工業大学の松山先生との共同研究なんですが、うちの研究室では、現在、日本新薬のにいる小川さんと、それから今、6年生の増田君が集中して検討してくれたという背景があります。もう一つだけ、フロー反応、連続フローの反応で、ちょっと変わったものを紹介します。白金を探知した、カーボンビーズ。直径2ミリぐらい、0.5 ミリぐらいのカーボンビーズ状に白金を探知した触媒。これをですね、カートリッジに詰めます。空隙がたくさんあって、目詰まりしにくいんですけれども、ここにマイクロ波を当てます。10ワット程度、ものすごい弱いマイクロ波を当てます。そうすると、この炭素状にマイクロ波が選択的に吸収されて、他に吸収されないんですね。で、ここに局所高温反応場というのを形成することができます。もちろんこれ、球状の活性炭使ってないと、粉使ってやるとですね、これスパークが起きて、火が出てしまうんですけれども、球状にするというところが非常に大きなミソになっています。で、この状態を作って、ここにメチルシクロエキタンとかニープロパノールのような、リキッドオーガニックハイドライド、水素源ですね。それを流してやると、ほとんど定量的に水素を取ることができて、方向化したり酸化したものを、管理することができるということを報告しています。これらのバックグラウンドもありましたんで、当然なんですけれども、HD 交換反応も、フロー反応に適用していくべきではないかということで、いろいろ検討しておりました。ただですね、基質が純粋に溶解しない。バッチでやる分には溶解しなくても、先ほどのご質問もいただきましたけれども、溶解しなくても反応は効率よくいってくれるんですけれども、フローの場合には溶けないと、なんか詰まってしまってアウトなんですね。で、うまく溶かしてくれる共用媒を添加する、考える必要があるということで、これを選ぶのにだいぶ時間がかかったという、そういう背景があります。で、最終的な結果として、そこに落ち着くのかということなんですが、イソプロパノールですね。そこで水素源兼、溶解補助剤として使ってやりますと、ここに示すような、イボプロヘンとかですね、それから、セロトニンを、はじめとした様々な基質の、方向感の D 化が、達成できるということが分かってまいりました。ただし、この条件でも溶けないものが当然あるわけですね。もっと使用性が高いもの。こういったものはなかなか溶けないんです。で、そういう場合にはどうするかというと、ニープロパノールとヘプタンを、混合した溶媒にこれを完全に溶かしてしまう。
で、もう一つ別のポンプを使って D2O を流してミキサーを通じて、ここでスラグのスラグ流を作って、プラチナカーボン状に流していくと、まあ、こういったものも非常に効率よく、重水素標識することが、できるということが分かってきました。で、この反応ですね、連続の反応ですね、24時間ずっと流しっぱなしにしてやります。そうすると、まあ、D 化率が下がることもなく、まあ、周率も、化学周率も、まあ、コンチテイトで、重水素標識体を、これはもうフェノールって一番単純な基質を使ってますけれども、取ることが、まあ、できるということで、まあ、これは実用的にこの反応を使っていくことも、この結果からできそうだと。ターンオーバーフリーケンシーもまあまあな値が出ているということで、まあ、実用性の高い反応じゃないかなと現在考えているところであります。で、まあ、連続フローの、重水素標識反応というのは、今、本日はここまでにしておきますけれども、もう一つですね、新しいデバイスを利用した重水素標識反応ということでご紹介をいたします。メカノエネルギーを利用した反応ということになります。半年も以上前になると思いますけれども、ケムステーションの V シンポジウム、第1回目のプレミアム V シンポジウムで、北海道大学の伊藤はじめ先生が、メカノ反応で、有機合成をしていきますということを、非常に、面白い反応をご報告されておられました。で、伊藤はじめ先生らはですね、振動型のボールミルを使っておられるんです。で、私たちは、ですね、この有性型、どういう、ボールミルなんだとちょっと思う方が多いと思いますけれども、有性型のボールミル、これ実はエネルギーが非常に加わりやすい、まあそういうボールミルなんですけど、これを使った反応を検討しておりました。で、どういうことが有性型なのかっていうとですね、天板、この土台がですね、一定方向に回転します。もちろん逆回転もできるんですけれども、それで上に入れたこのチャンバーですね、これがまあ、こちらも独自に回すことができる。で、遊園地のコーヒーカップを思い浮かべていただくといいと思うんですけれども、コーヒーカップの中でぐる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 回して、反応をかけるとかなり遠心力がかかるんですけれども、まあ、それと同じように中に直径5ミリぐらいの、ステンレス製のボールを入れておきます。これ自転車のボールに、ボールベアリングを思い出していただくといいと思います。全く、購入ソースは同じところから買ってますので、ボールベアリングを入れておくということなんです。そこに水を入れて800回転で回しておきますと、この水が定量的にスプリッティングしてですね、水素が定量的に出てきます。で、じゃあ酸素どこ行ったんだということなんですが、このステンレススチールの構成成分である鉄が、磁鉄鋼として酸素を食ってくれる、酸化剤として食ってくれているということが明らかになっております。で、この反応をうまく使うと還元反応に応用できるっていうことも、すでに分かっているんですが、そうしたら、D2O を使えば、接触重水素化反応に使えるんじゃないかということで、こういう還元性官能器を持った基質。これをボールミルのチャンバーの中に入れて、D2O を入れて、まあ、ステンレス製のボールとですね、一緒に攪拌をしてやります。そうすると、まあ、見ていただくと分かりますけれども、ほとんど定量的な重水素化率で、該当の、還元性官能器の部分が D 化されているということをご理解いただけると思います。なんで還元がいくんだということなんですね。先ほど、鉄が酸化鉄になって酸素を食ってる、水の酸素を食ってくれてるということをお話ししましたけど、SAS の構成成分、主要の構成成分は鉄とクロムとニッケルです。で、実際にですね、細かいことはもう申し上げませんけれども、クロムが水をスプリッティングして水素を出す。実際にですね、これが一電子ソースになっています。それがもう明らかになっておりまして、さらにですね、メカノエネルギーの条件下では、ボールの中に含まれている成分のニッケルが、ラニンニッケルと同じように接触還元触媒として機能してくれる。非常に効率よく機能してくれるということが、すでに分かってきております。で、これを使って D 化に応用したということになります。これが新しいデバイスを使った反応ということで、後からちょっとだけ現在検討しているところをご紹介させていただこうと思っています。で、最後のセッションになります。メタルフリーの重水素標識反応ということで、先ほどもちょっと申し上げました。トリエチアミンでもアルキンの末端が D 化することができる。
それでですね、これ、三菱ケミカルさんが発売されている、ポリスチレンジビニル原全系のポリマーのバックボーンに、3級アミノをぶら下げた WA30 という樹脂を持っているんですね。で、私たちはこれにパラジウムを単純させて、スリキメラルカップリングが、方向属塩素でもカップリングするっていうことを報告しているんですけれども、今回、このですね、HD 交換反応にも、使えるということが、わかりました。で、これがわかったんですが、これができるんだったら、この、ニトロアルカンも D 化できるんじゃないかと、アルファイも。ということで、検討をいたしましたところ、きれいに D が入るということが分かって、これを単にすることなく、ここにアルデヒドなどのエレクトロファイルを入れてやると、ニトロアルドール反応ですね。ヘンリー反応が簡単にいって、このアルファイを選択的に重水性方式する。こういった、合成素子を取ることができるということが分かりました。で、これはさっきの山田さんと、それから今 D4 の高倉君、それから白鳥製薬に今研究員で就職しております桑田さんが中心にやってくれたところですけれども、ここはアミンでうまくいくんなら、これですね、キニジン、これちょっとベンゾイル化してモディファイしてますから、天然のものではないんですけど、キニジンを使って、同じように反応してやれば、ニトロアルドールがいくだろう。しかも、ステロセレクティブに反応が進行してくれるということが分かりまして、不正ベータニトロアルドール反応ですね、ベータニトロアルコールの合成、でしかも重水素標識をしたものを作ることができました。合成の素子として活用することができます。で、これをじゃあ連続反応でフローでできないかということになります。D3 のパッキングを集中的にやってくれたんですが、先ほどの WA30 を詰めた触媒カートリッジを使って、アルデヒドとニトロメタン、ニトロアルカンと D2OTH4 を、溶解させて流していきます。そうしますと、ここ1分ぐらいの間でこれ通過するんですけれども、ニトロアルドールが完結いたしまして、で、D が入ったニトロアルコールが、効率よく取ることができるということが分かってきました。こちらがその一例になりますけれども、様々な、アルデヒド側をいろいろ変えている、ケトン側を変えているんですけれども、様々な、誘導体を作ることができます。それと、もう一つ、これも連続反応で、最終的には3日間ずっとぶっ続けの反応をやったんですが、D 化率下がることもないですし、それから反応の収率も下がることなく、延々とこの反応を続けることができます。で、D2OTHF を使っておけば D がこの α にだけ選択的に入るんですけど、使わなければ、2標識のものを取ることもできるということで、これ室温の反応なんですね。もう少し温度を上げて効率を上げるということも、あるんですけれども、ここでですね、実は脱水してですね、ダブルワンのとこ入りやすいという、ちょっとそういう難点があるので、室温に留めていると。もう少し、触媒をモディファイして、ターンオーバーフリーケンシーを上げてやらないと、本当の実用的な反応としてはまだ通用しないだろうというふうに思っております。まだまだ改良の余地はあるということですが、連続のこの部分重水素標識ということに成功したという、こういう結果でございます。で、これが科学的な反応の最後のところになります。ですね、このアルデヒドの付け根だけを選択的に D 化したい。で、これを重水素源として様々な物質にこう反応転換できるわけですよね。そうすると、スポット的に D を入れた物質を作ることができるということで、アルデヒドのこの位置の D 化っていうのはやはり注目されておりました。で、今、M2 のミキ君ですね。彼が、この反応にチャレンジしてくれたんですけれども、N ヘテルサイクリックカルビンですね。NHC とアルデヒドからブレスロー中間体を作って、D2O で処理してやると、D を導入できると。実際にはですね、基質ごとにやっぱりチューニングしていかないといけないので、結構難しかったんですけれども、彼は順調に事例をこう増やして、反応事例を増やしてくれて、一般性ある反応に確立してくれていたんですけれども、それをやっている最中にですね、中国の研究グループが、ネイチャーキャタリストにですね、全く同じ反応をですね、発表されたんです。それで、まだ、発表されたというか、オンラインでパッと出た瞬間に、気がついたので、
大慌てで、ミキとも自分のデータをまとめて、論文に投稿させていただいたんですが、ものすごく青ざめたその時のミキ君の表情っていうのは今でも忘れることはありません。やっぱり先ほどのアミノさんの件もそうですけれども、とにかく早くやらないといけないということ、まあそれも実感した次第であります。で、今後の展開ということでちょっとだけお話をさせていただきます。まあ先ほどマイクロ波を照射して、弱いマイクロ波を照射して、カーボンビーズ状にエネルギーを集めて、極色高温反応が起きる。これをうまく利用して、HB 交換反応に、特に入りにくい物質の HB 交換反応に適用していこうということで、現在、検討しております。だいぶ B が入るということも分かってきている。まあ、そういう段階まで来ています。それともう一つ、ボールミルの反応は、さっき接触重水素化反応まで一気に活かしてしまうと。水を分解しちゃうということをお話ししましたけれども、ここにまあ、白金属系の固体触媒を一緒に入れておいて、もう少し弱い条件を使って、溶解性の悪い基質、あるいは D が入りにくい基質、それから、まあ、ポリマーとか、できれば、まあ、ペプチドとか、そういったものの重水素標識に使えないかということで、現在、鋭意検討している最中でございます。それでですね、この反応、通常プロセス化学では、金属触媒の値段が非常に問題になるわけですよね。ところがですね、この重水素標識化の場合にはですね、D2O のコストっていうのが最も大きく反映してくるということになります。で、重水を繰り返し繰り返し使って、取れなくなるところまでとことんまで D を剥ぎ取っていくということは非常に重要な、まあ、有機反応を進めていく上で問題点ということになります。で、連続フロー反応でこれを何とかまとめていきたいということで、現在、フジルの和光純薬さんと共同研究をしておりまして、ここの部分を、開発しております。だいぶいい結果も出てきてますので、まもなく、まあ、ご報告できるんじゃないかなというふうに考えている次第です。それから、重水はとにかく D が転写されれば、そこが H に変わりますから、劣化していくわけです。で、劣化した重水をもう一回再濃縮して再生をするということ。98% 以上に上げて、HB 効果に使えるようにするということが非常に重要なんですが、これにも今取り組んでおります。これも共同研究をして取り組んでいるというところで、とことんまで重水をですね、有効利用しようと。まあ、こういうことも検討しているところです。それと、もう一点は選択的な重水素化法っていうのを、特に後半の方でですね、いくつかご紹介いたしましたけれども、まだまだ足りてない。で、スポット的にここに D を入れたいというような、まあ、そういうケースが非常に多いわけです。それが可能になるような、まあ、科学的、それから生物学的方法論ということを、まあ、開発すべく、今検討をしているところであります。それともう一件ですね、重水素は、まあ、同位体効果が発揮されるわけですよね。それで、まあ、光ファイバーに使えるとか、液晶材料に使えるとか、様々な用途に使えるんですけれども、科学的、物理科学的な性質というのをうまく利用してやれば、例えば反応をコントロールするとか、そういったことに、寄与することができるというふうに今考えておりまして、ここのですね、適用性をできるだけ拡大したいということを考えているところであります。で、ですね、重水素コミュニティの充実ということで、ちょっとだけお話をさせていただきますけれども、現在、産学官による重水素コミュニティの形成ということにも、取り組んでおります。特に日本には、この重水素の研究をしている方の、まあ、情報交換の場っていうのがなかったんですね。で、欧米ですと、まあ、例えばアメリカならオークリッジ、それからヨーロッパですと、まあ、こういったスウェーデンとかですね、ドイツとか、それから、イギリス、まあ、フランス、そういったところにですね、中性子の、加速装置の施設があります。そういうところには必ず重水素ラボラトリーが併設されています。で、そこがネットワークを組んで、まあ、オーストラリアも含めてネットワークを組んで、リューネットという、情報交換や問題点の、まあ、解消をお互いに、クロスオーバーでしていきましょうという、まあ、そういうシステムが組み込まれています。で、日本も遅ればせながら、J パークの中のですね、利用者懇談会の中に、重水素化学研究、重水素化材料研究分科会というのを
立ち上げまして、まあ、会長は私が務めてるんですけど、副会長に量子科学技術研究開発機構の足立先生に就任していただいて、まあ、分野横断的にですね、もう生物系も物理系も科学系も、D に携わっている方、あるいはちょっとだけかじっている方、すべてが集まって、関連の新学問領域と産業応用への拠点創生というのを目指していきたいと。それでジューネットとの今、連携も始まりましたけれども、どんどんこういったところとのですね、共同作業を進めていければいいなというふうに考えているところであります。で、この中でですね、特に最近、若手の先生方、京都大学の中先生をヘッドにして、うちの研究室の准教授の沢間先生、それから広島大学の石本先生、それから同志社女子大の前川先生、この4名の研究者がチームを組んでですね、作る、わかる、測る、使うということで、重水素学という概念を立ち上げて、この間の10月にですね、学術変革の領域研究 B に採択されました。現在、重水素で世界を変えると、結構大きな、こういう目標を据えて、頑張っていただいているということで、この研究成果も非常に重水素コミュニティとしてもですね、注目に値するところだということで期待をしているところであります。最後になります。私どもの研究室でこれまで開発してきた HD 効果反応についてご紹介させていただきました。この今赤いポインターでずーっと囲った多くの学生さんが、これに関連してくださいました。それと旧、新、現在のですね、私の研究室の職員の先生方が、学生さんたちをきちっと指導をしながら、それからドクターの、このテーマに近いところでドクターを取ってくれた学生さんたちも多くてですね、こういった学生さんの生まず、絶えまずの、研究に対する姿勢、それから研究成果に、厚く御礼を申し上げたいというふうに思っております。それと、共同研究をしていただいている J パークの先生方、それと、富士フィルム和光ピュア、和光純薬株式会社の、共同研究をしていただいた、研究者の皆さん、それから実用化をしていただいている皆さんに、御礼を申し上げたいと思います。職場では、NE ケミカットコーポレーションさんに、ご協力をいただいて、いろいろ相談をさせていただいているんですけれども、非常に有益な、コーポレーションができているというふうに考えております。で、メカノ反応は、キャノンの、伊藤美希さんが、非常に献身的に、研究を進めてくださっておりまして、本当に熱く御礼申し上げたいと思っております。最後になります。この研究、重水素の標識研究は、まあ、これらの財団とかですね、協会から、いただいた、研究資金をもとにして、まあ、有効に活用させていただいて、成し得たものでありますので、この場をお借りして、お礼を申し上げたいと思います。以上になります。どうもありがとうございました。はい、佐々木先生、重水素化に関する盛りだくさんの話、ありがとうございます。多分この放送を聞いて、この重水素化合物、まあ、例えば反応、有機反応だったら、気候解明に使いたいとかいう人で、これ作ってみたいっていう人が結構欲しいんだ、とかいう人が結構多いんじゃないかなっていうふうに思います。それでは、まだ時間ありますので、質問を、どうぞ。質問いいですか？D1 の、朝原と申します。すみません、ちょっとカメラがつかなくて、こういう形になってしまうんですけれども。すみません、ありがとうございます。一つ興味深いなと思ったのが、そのメカノケミカルの使った D 化実験なんですけど、はい、この反応でその SAS304 っていうのを使っ、はい、金属を使っていたと思うんですけれども、はい、そのこの SAS304 の金属の、まあ、構成成分を変えることで、その他の、まあ、いろんな、まあ、一選択的に、まあ、重水素を導入するとかっていうのはできる可能なんですかね。ですね、SAS316 とか、それから、まあ、たくさんいろんな種類があるんですよ。この比率が変わったものですね。はい、で、そういったものも、使用して、メカノ反応で、検討しているんですけれども、はい、行くか行かないかの二択に大方なります。
例えば、鉄ばっかりってやつは大体いかないんですよ。で、鉄とクロムとニケルが、バランスよく混ざっているものが非常に反応よく、推進してくれる。ああ、なるほど。メタノのエネルギープラス、こういう金属の触媒効果、これが効いてるというふうに思います。ああ、で、結構この304っていうのが結構、すごいって言っちゃあれですけど。一番安い、サスなんですけれども。ああ、なるほど。流し台なんかの、ステンレスとかですね、ああいうのに使われていて、ですね、皆さんがお使いになられている機械のステンレスは、多分サス316とか、もう少し、いいものを使っていると思いますけれども。ただ、私たち反応をかける上では、このサス304って結構、ありがたい、金属で。それで実際にこれ、金属以外にですね、例えばジルコニアとかメノーとか、いろんな材質のボールミル売ってるんですけれども、それを使って反応をかけようとしても全く反応いかないんです。からこの金属ソースというのが非常に重要になってきていて、今日はちょっとお話ししてないんですけれども、ここ水から水素を取れますよね。はい。この中に水と二酸化炭素を入れておくと、実は水素というよりはメタンに全部二酸化炭素を変換するということも、分かっておりまして、もうすでに論文投稿もしているんですけれども、はい、そういう反応にも使うことができます。ただ、メカのエネルギーがかかっていないと、二酸化炭素を、出てきた水素で、普通に接触還元すると絶対反応いかないですよね。だから、このメカのエネルギーということも非常に重要だということになります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もうよろしいでしょうか。はい。842年の小松田と言います。はい。最初の、イソプロパノール、セクション2番目の最初の、イソプロパノールを使った反応で、はい、コンディションをいくつか分けてやられていたと思うんですけれど、はい、この、そうですね。で、この時の、特にコンディション B なんですけれど、これはダイレクトに D2 自体が、触媒を活性化するというような理解でいいでしょうか。そうですね。これ、ロジウムを加えているというのは、まさにその、H2D2 の交換を加速させているということになります。で、そうでないと、このアリファティ、この、炭化水素ってなかなか D 化進行いたしませんので、そういう意図で、このような混合触媒を使っています。この最初の活性化自体は、これはどうやって起こっているんですか。2プロパノールのところですか？の D2。これが脱水素して、これはプラチナカーボン触媒的に脱水素しやすい。もちろんロジウムカーボンでも脱水素しますので、最初は一回脱水素が起きているということになります。そうすると、コンディション A とかと比べると、感覚的には、普通のイソプロパノールよりも、純イソプロパノールを使うと、水素、重水素の、発生能であったり触媒の活性化能自体が落ちるような気がするんですけれど、そことのバランスっていうのは、例えばその温度が必要というのはそういったところにも効いているんでしょうか。ここの脱水素が行きやすいかどうかで、はい、同位体効果で、はい、特にそういうことはもう認められてなくて、実はですね、これもイソプロパニープロパノールそのまま使っても同じように反応がいきます。ただ D 化率がちょっとだけ、はい、2-3% 下がってくるんですね。それがあるので、D8 を使っているという、そういうことになります。そこだけなんですよ。だから反応が進行するかしないかっていうところは全く変化してないということになります。で、この脱水素は結構、ニプロパノールからの脱水素っていうのは、熱力学的にも反応、行きやすいところなので、はい、外れやすい、そういう意図でニプロパノール使ってるんですけれども、あまりここでは同位体効果、特に O にくっついた D, D の同位体効果っていうのはあまり認められていないです。わかりました。あとすみません、このコンディション A でプラチナカーボン使ったとき、今回に関してはこの置換器が入っているオルトイもかなり D 化率が高いと思うんですけれど、これ自体は先ほどの第1セクションのときと比べて、この違いというのは何に起因するものなんでしょうか。実際にですね、この反応も、かなりチューニングしてあってですね、このシクロヘキサンを加えるか加えないかで、だいぶ D 化率変わってきます。
特にあの炭素性官能器のオルトイとかの、まあ、理解とは変わってくるんですけれども、ただこれパラジウムとの相乗作用をあの発揮させなくても、この条件でうまくあの溶解をさせてくれる、させてやれば、あのオルトイも、まあ、理解してくるということは、まあ、分かってきています。で、あの、立体障害が、あの、当然あるはずなんですね。あの、ST3 の炭素に、はい。あるはずなんですけれども、それを解消するだけの、例えば溶解性が高くなったとか、あの、そういった有利な部分をこう、投入してやれば、あの、反応が進行しやすくなってきます。ただ、一点問題なんですけど、あの、はい、シクラヘキサンもですね、理化されるんですよ、この状態。そうですね。で、あの、ちょっと無駄をしてるんですね。で、あの、だからこれを、これから先連続反応に使っていくと、もし使っていくということになれば、シクラヘキサンは回収しながら、ぐるぐる回してやらないともったいないかなというふうにはちょっと思ってます。なるほど。あと、それで言うと、このイソプロパノール使う反応っていうのは、この生成するアセトン自体も D 化されるような気がするんですけれど。そうですね。あの、アセトンも実は D 化、あの、されてます。で、あの、ですね、NMR で一応アセトン、さっきちょっと追っかけました。で、あの、アセトンの量が本当に、あの、いわゆる、2プロパノールを使った時のアセトンの量が非常に少ないということをお話ししましたけれども、NMR で当然追っかけてるんですね。追っかけてるんですけれども、あの、やっぱり本当にトレース量ぐらいしか出てきてないというのが事実で、そのトレース量しか出てきてないにもかかわらず、D 化されてますから、あの、マルチに、あの、カップリングしてくれてるんですね。非常に解析しづらいというところが、あの、これまでの経験としてはあります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。聞こえますでしょうか。はい、大丈夫です。聞こえます。学部4年生の平尾と申します。はい。あの、先生は、あの、以前、アメリカの製薬企業で、はい、あの、グループリーダーをお務めになったとのことですが、はい。あの、その時の経験と、今のこの研究で何かリンクしている点はありますでしょうか。あの、非常に大ありのところがありまして、実は私、あの、アメリカで、あの、ベンチャー系の企業だったんですけれども、はい、ここの企業に就職するときの一つの条件が、あの、はい、まあ、会社の仕事をしっかりやっていれば、その中で見つかってきた反応を自分の研究としてやってもいいと。その代わり論文を会社の名前で出しなさいという、まあ、そういう指令があったんですね。はい。それで、あの、その時に実は見つけた反応が、あの、アミノキの触媒毒性で、あの、はい、ベンジルエーテルが、あの、切れなくなる。先ほどあの、はい、冒頭で山口先生にご紹介くださった、あの、エチレンジアミン触媒の、あの、本当の一番の付け根のところを、その会社の仕事の時に見つけました。うん、で、それがあって、実はあの、その時の経験がなければ、その時のあの、成果がなければ、はい、日本へ戻ってきた時に、あの、ひょっとしたら、あの、付近付け触媒のテーマやってないかもしれないんで、非常にあの、大きな影響、はい、それから大きなあの、成果物をいただいたということになります。そうなんです。はい。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、質問いいでしょうか。はい。講師の加藤と申します。はい。今のセクションで、メタルフリーの、D 化のところですかね、はい、WA の30っていうポリマーがすごくいいという話だったんですけど、先生、これどうやって、ここに落ち着いたというか。はい。あの、いろんなですね、イオン交換系の触媒たくさん出て、あの、ポリマー出てますよね。あの、はい、かなりの種類、あの、調べてます。それと、かなりの種類に、あの、パラジウム乗ったり、プラチナ乗ったりってことをやってます。その中で、やはりあの、ですね、この、ま、官能器量とかですね、それから、あの、比重とか、それから、あの、この非表面積的な部分も含めて、これが非常に良かったんですね。それで、あの、最終的にここに落ち着いたんですけれども、落ち着いたら、実はですね、こういうふうにあの、WA30 だけ単独で使うという、あの、ことではなくて、本当はこれ単体として私たちは応用し、利用してたんですね。で、あの、まさか単体でもこんなにうまくいくとはちょっと思っていなかったところも実はありまして、あの、これは本当にあの、やってくれた学生さんたちが、これにも使えるぞっていうことを、あの、お一人実験、内緒実験でやってくれたのが、あの、こういうふうに花開いてきたっていうところになります。だから私の、あの、功績では何でもないということなんです。はい。あ、
あの、いや、でも、素晴らしいですね。あの、ありがとうございます。あと話すみません、変わるんですけど、前半戦、はい、そう、セクション戻ってしまうんですが、はい、カーボン単体での、白金属系の、均一系の触媒でって話だったんですけど、これ、方向感上の、水素を重水素にできるのが、プラチナでしたっけ、はい、のを使った時っていうのは、はい、単自体のそのグラ、カーボン自体にも少し水素が末端についてると思うんですけど、そこも重水素化されたりとかっていうのはないんですかね。ちょっとそこは確認しない、調べにくいと思うんですけど、多分間違いなく HB 交換は言ってると思うんですね。だけど、ちょっと確かめる術がなかなかないので確認はしてないです。なんかその、はい、そこにプールできるんだったら、はい、その重水を使わなくてもいい、少しぐらいはその単自体のカーボンに乗った D 水素で、なんかちょっと D 化もできるのかなと、ちょっとすみません、気になったもので。ありがとうございます。実際にですね、このアルコールの重水素標識の時には、先ほどもちょっとだけお話ししましたけれども、プレアクティベーションですね、D 水で水素とルジニムカーボン、これを回しておくと、その後、回しておいた後ですね、30分回した後で水素をアルゴに変えて、そこに基質を入れて D 化しても D が入るんですね。で、この場合にはですから、まあ、活性炭状、あるいはルテニウム状、どちらかに、まあ、くっついて、金属表面をきちっと正常にしてくれた、水素がいるはずなんですけれども、まあ、こういう、ゲートができる、HB 交換反応と、それがこの後の炭化水素のように重水素ガスがないと絶対にいかないという反応と、まあ、2つに分かれます。でも今おっしゃられたように、こういうゼロ化を謳い文句にしている活性炭に炭治された白金属の触媒っていうのは、最終的には還元工程を製造する段階で踏んでるんですよね、メーカーさんでも。だから、新しいやつは結構水素が中に含まれている場合になってますね。だから活性がなんかだんだん変わってきたなって思う時がありますよね。使い始めると。あれはその水素が抜けたという、既読されたというわけではなくて、水素が抜けたという場合もありますし、あるいは空気の酸素がちょっと邪魔してるっていう、まあそういうことも当然あるんですけれども、そういうバランスの問題が出てきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。この研究の内容ではないんですけど、はい、これだけ、重水素化合物を持っていて、重水素化合物を作る技術を持っていて、知見を持っているので、はい、これを、まあ、例えばベンチャー企業などを作って、作れない人、または供給できない人に、分けるっていうのもすごく、はい、あれになると思うんですけど、そういう試みっていうのはなされてるんですか。まあ、ありがとうございます。言える範囲で大丈夫なんですか。実用化という点では、フィフルム和光さん、和光純薬さんが、一部やってくださってるというところがあります。で、あと、様々な、企業さんと、実は共同研究をしております。うん、それで、重水素標識に関しては、例えば、企業さんからうちの研究室に来ていただいて、それで、やり方を、お教えして、それでまず会社に戻って作っていただくというようなこともやっているんですけれども、ベンチャー系の企業はですね、私どもの大学は実は法律、まだ独法化してないんです。それで地方公務員法の縛りに縛られて、なるほど、はい、できないんですね。やった瞬間に逮捕されると。ですから、そうなんですね。はい、そうなんです。だからちょっとそういった意味もあって、企業さんとの共同研究、あるいは、もちろん、別の大学の、ラボからですね、やり方を教えてほしいということもありますんで、そういった時には、非常にシンプルなんですけど、やっぱり一回やってみないとなかなかということがありますから、ラボにお越しいただいて、まさにそれを担当している学生が、一緒にやらせていただいて、それで、技術を持ち帰りいただくということもやってます。なるほどね。はい。いや本当に、まあ、実際合成って自分たちやってる分には
そんなに難しくないところはあるかもしれないですけど、やってない人にとってはもう何をやってるかよくわからないような状況で、でもその化合物はどうしても欲しいっていう人が多分いると思うので、そういうのがあったらいいなっていうふうに思ったんですけど、まあ、それは難しいですね。なるほどですね。あともう一点、別件なんですけど、はい、先生のところはかなり、博士課程に進学してドクターを取った方が多いように思われるんですけど、はい、何か理由というか、そういうことがあるんでしょうかね。ですね、まあ、ここ2年間、実は今年と昨年が、少し途切れてるんですね。で、なんとか、また復活、まあ、その下の学生さんに来てくれるって言ってますんで、その気持ちを失わないように、とにかく持っていかなきゃいけないと思ってますけれども、実際には学生さんたちに、D に行ったらどれだけ、いいことがあるかとか、あるいは、外国へ留学してみないかとか、まあ、そういった、ちょっと美味しいところをご紹介するようにして、魅力を伝えるようにしています。それと、あと、もう一つ、学部の授業の時にですね、うちの、まあ、特に大学院の学生さんたちが、自分が、どんな思いで、研究をしているかとか、そういうことを下の学部の学生さんたちに話す機会を、私の講義の一コマ使って、やってもらったりしているんですけれども、結構年齢の近い、まあ、クラブの先輩後輩とかですね、そういったところの人がそういう話をしてくれると、私が話すよりも、伝わるんですね。それで私が、その、なるほどです。講義には絶対に、参加しないというのが、鉄則に、学生たちが絶対、もらって困ると言ってるので行かないんですけれど悪口を言われながら多分やってるんだと思いますけれども、それが重要なポイントなのかなというふうに思います。すいません、あの答えになってなくて申し訳ないです。ありがとうございます。わ、はい、かりました。でまだまだあると思うんですけれども、そろそろ時間なので、じゃあ今日は田敷先生に第2回目の、バーチャルプレミアムレクチャーをお願いしました。で今回、参加して、もらったのは、早稲田大学の、山口研究室の講師の皆さんと、学生の皆さんに参加してもらいました。でまだまだ、質問、放送を見られている方、質問あると思いますけれども、ぜひチャットの方に書き込んでください。僕、今勝手に言っちゃいますけど、チャットの方に書き込んでいただければ、佐々木先生がお答えいただけるかもしれません。はいはい、というところですね。はい。はい。というわけで、今日は本当に、面白い講演をありがとうございました。どうもありがとうございました。すみません。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは、じゃあみんな手を振って終わりにしましょう。じゃあ、お疲れ様です。ありがとうございます。失礼します。